はいどうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやということですね、やってまいりました、ルセラフィムですね。レと呼んでしまってました、ルセラフィムさんでございますけどもですね、フェアレス、こちらのショー昨日は音なしで見たので、今回音ありで見ていきたいなというところでございます。収録ボタンよろしくお願いします。いろいろこうお写真とかね見ていきながらなんです。ちょっと流しながら行ってみたいと思いますけども、速度もちょい落としますか。このおしゃれな感じ、そのパリな雰囲気といいますか、でここら辺で皆さんのこの顔写真、ポラロイドだったりとか、本当に事細かく本当のファッション業界でやってるようなことをここで作られてるっていうところがまた素晴らしい、かっこいいなと思って、演出としてカズハちゃん、ユンジンちゃん、さくらちゃん、ウンチェちゃん、チェオンちゃん、ユンジンちゃん、あーでね、僕そのユンジンちゃんのそのプリュ48の方見てないんですよ。なのでユンジンちゃんがもともとプリュ48にいらっしゃってっていうところのお話をこの前いろんな形から教えていただいて、なるほどねと、だから I'm 20っていうのを最初に言ったんだって思ったんですよ。その自分の年齢を言うってなかなかないじゃないですか。でそのアイドル業界に対してなんかこうその一石を投じる存在になれるようにみたいなそのニュアンスでお話しされてたと思うんですけれども、なんかそこでわざわざ自分の年齢を言うってどういうことなんだろうって全然ちょっとねよく分かってなかったんですよ。でも何か理由があるんだろうなって思ってたら、そういうことかと。そもそもそのプリュ48で一回デビューを目指して落ちてしまって、それでも下積みと言いますか、その表舞台に立つために準備してきたっていうその期間を多分表してるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。20歳って若くない年齢ですよね。それをあえて口にするっていうことは、やっぱそれなりの覚悟だったりとか思いだったりとか、あとはその期間こう待ってくださったファンの方たちへの何か一言挨拶みたいなところにもなってるんじゃないかなってちょっと思ったりとかして、いやかっこいいなってちょっと思っちゃいました。これはねちょっと鳥肌というかグッときましたね。でウンチェちゃんですかね、15歳と、ガラムちゃんで、この待ってるところもなんかいいですよね、ナチュラルにね。スタッフさんのねこの T シャツとかね、この浴衣たちとかがね、もうガチなその現場の雰囲気を伝えてくださってる感じで、このワンちゃんですよね、ヒュンダイさん、自動車さんの作ってるロボットさんで、もともと BTS さんとかとコラボをしているワンちゃんというかロボットさんでもあるということで、ハイブさんのそのスポンサー的なねポジションなので、おそらくこういう風な形で共演があったのかなみたいなあれですね。で皆さんでこう一着ずつお洋服を選んでいくと、いやこの選ぶ前の皆さんのこのラフな格好もかっこいいですけどね、すでにね。でお写真を撮っていく、モノクロで、皆さんの髪、いやちょっとこう遊び心を、ね、持たせるところとかいいですよね。髪色が皆さん結構暗いじゃないですか。明るい方がいないなっていうところでも、なんかこう超王道ドストレートを投げてくるチームというか、なんかちょっと変化球みたいなものを使わないチームなのかなっていうふうに思うところもありますよね。で、このさくらちゃんがゲームしてるところとか、これはうまいですよね。さくらちゃんの元々のそのキャラクターというものを、ここまでのそのクリエイティブでかっこよく消化するっていう。これサングラスしながらゲームしてるところがまたね、オツというか。立ち方もいいですしね。この現場で、そのバックヤードみたいなところでこっそりゲームしてる感じがまた好きです。ちゃん170センチですっけ？ガラムちゃんも170センチ、171センチとか2センチとかですよね。オーバー170が4名ってことですよね。皆さんがこれねフィルターつけてるところもまたいいなって思うんですよ。本番前にちょっと自分でこうセルフィーみたいな時間ですよね。でつけてるフィルターにそれぞれなんかこう個性があるというか、こういうのを選ぶ人たちみたいな。いやーかっこいい。かっこいい。僕ちょっとユンジンちゃんマジかっこいいなってちょっと思ってます、もうその話聞いてから。 I'm 20がもう、いやーチェオンちゃん聞きますね、ボブがね、やっぱり。
申し分ないで本番現場がそろそろですね入りの時間ですよということでメイクアップが終わって衣装もつけ終わって集まった状態で写真を撮るという。でここでアイさんのメンバーの方たちがサングラスをかけてるっていうのが僕これナイスだなと思って、この状態っていうのも、このお二人に合わせたチームっていう感じなんだろうな、どういう組み合わせなんだろうかっていうところすごくいろいろこう考えていく中でケミストリーとしてこのアイズワン、元アイズワンのメンバーのお二人がめちゃくちゃスパイスというかパンチになってるっていうところなんですよね。この二人をスタンダードにしていくのではなくて、あえてアクセントに持っていくっていうところが僕うまいなと思って、でそういう意味でスタンダードな部分をこの4名の方たちで担っていく、だからこそ多分髪の長さも髪の色もそこまで大幅に変えてないんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよ。でヘアスタイルもこう4名様みんなこうストンと下ろしていくタイプで、さくらちゃん結ぶで、ちおんちゃんはボブっていうこの組み合わせ、あとはサングラスをかけていくっていうところで、なんかちょっと一癖っていうところに元アイズワンのメンバーの方たちを持っていく。でこれはなんでかなって思ったんですけど、やはり元々パフォーマンスをしていてオーガニックな部分っていうものはおそらくもう伝わっているだろうというところで、この二人に関してはもうキャラ全面に出していこうよっていう、もうある程度伝わっているからこそのそこのキャラクターというものをオーガニックとしてそこに装飾を加えていく、よりそれをブラッシュアップしていくっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思っていて、でそういうことをすることによってこの4人との調和っていうものがめちゃくちゃおしゃれにかっこいいものになるっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。多分さくらちゃんもチェオンちゃんもこういうテイストでいくってなると少し見た感、騎士感が出てきてしまうんじゃないかなっていうふうに思っていて、新しい側面、もっともっとかっこよくなっていった側面っていうものはやっぱりもうすでに出てきたものをさらに磨き上げる、で他の4名の方たちっていうのはやっぱり改めてその素材の素晴らしさっていうところをまず出していこうよっていうスタンスなのじゃないかなっていうふうに思っていて、そこの整合性の取り方がむちゃくちゃかっこいいなっていう風に思ってるんですよ。だからサングラスをここでかけるっていうのも僕結構これはありだなというか、によってこの4人がめちゃくちゃ逆に引き立ってるんですよね。だからバランスが超いいというか、誰も埋もれてないというか、本当にこれはすごいチームなんだなっていうのがわかる構成組み立てになってる。これカズハちゃんかな。でこのランウェイですよね。いやかっこいい、本当にカズハちゃん、いやガチモンのランウェイですよね本当に。これいやすごい、ユンジちゃん、うわここシャネルが喜んでます、多分これはありがとうってなりますよね、ユンジちゃん。いや目力よ、かっこいい、マジでかっこいい。でやっぱこういうところですよね、奇抜なスタイルで来れるっていう。チョウちゃん、ガラムちゃんね、スタイル鬼です。あこの手元ナイスすぎるわ。あちょっとこうロックなパンクな雰囲気なんだけれども、やってることは結構クラシックな王道なんですよね、とはいえね。いやこのさくらちゃん、このセットアップすごいよ。どこの似合うわね、なんか髪の留め方もおしゃれだわ。あいいあいい、もういいですね、ハイブランドゴリゴリに着こなすさくらちゃん。カズハちゃんも、うわーこれアクセサリーといいシャツといい、これ一枚これいくらするんだろうね。あーちょ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 パンよね、パン PD のパンですかって、ね、うんあーちっちゃん、あーいやいいです、目力ですねこの方は本当に。うわインナーの緑が映えるわけだ。うわおガラムちゃん、あーうーんプラだ、
中国で受けそうな顔ですよね、ウンチェちゃん。わー、マジでかっこいいです、さくらちゃん。いやー、いいわ、チェモンちゃん、いいわ。ちょっといい具合にこうツンツンしてるところがいいですよね。で、このみんなが一列になって歩くところ、これマジでめちゃめちゃかっこいい。シルエットで見せていくっていうね、この逆光な感じがいいんですよね。いや、いい、マジで、いやー、かっこいい。あの、チェヨンちゃんのちょっと後ろ重心な歩き方もいいんですよね。うん、いや、本当に素晴らしいと思います、マジで。これはまだ歌割りとかがね出てないからあれですけれども、でも多分ね、うん、バランスで言ったら最強だろうなっていう風に思いました、うん、この並びを見て。あ、素晴らしい、素晴らしい、天才。現場から以上です、ありがとうございました。よいしょ、せい、あ、ぜひ皆さんいろいろなこう情報あると思うんで教えていただけたらなと思います。現場から以上です、ありがとうございました。よいしょ、せい。